はい、皆さんこんにちは、ジョニー・ニック・ビッタルです。はい、今回はディズニーのライオンキングの話をしたいと思います。ライオンキング、はい、実写版やりますね。実写やるんだ。だけど見に行くつもりはないです。どうやってやるの？いやでもね、すごいよ、リアルにうまくやってんだけど、あのライオンキングはね、俺ね、残念だけど今見る気はない、うん、だけどアニメ見たじゃん。ね、あのアニメ見た時にライオンキングを語って、その時に多分ね、なんかトレジャープラネットを語ったんじゃないかな、うん、ね、要するにディズニーのパクリということで、マダガスカルも含めて全部一挙に言ってみたりする。ウォルト・ディズニーのディズニーのパクリ、アニメ、ね、アニメ。さあ、それでは行ってみたいんですけど、あの、はい、これね、ライオンキングってご存知の通り、あのものすごく有名なミュージカルになってるんですよね、うん、ところがマダガスカルってのはそれパクってて、大元は手塚治虫のジャングル大帝です、ね、ここら辺の話は、ね、すごく面白いので、はい、ちょっとみんなで掘り進めてみましょう。はい、それでは行きましょう。ジョリーにクリンタケー。マダガスカルも見たでしょ。見た、うん、で、ライオンキングみたいなアニメね、で、ジャングル大帝見たことある？ちらっと子供の時。じゃあジャングル大帝は置いとこう、見てないだろうから、うん、ね、じゃあさ、マダガスカルとライオンキングはどっちが好き？私ね、マダガスカルだな。俺もそうなんだよ。だって面白いもん。そう、あのね、それでね、面白かったのはね、あのマダガスカルはものすごくライオンキングを、あの、なんだよ、もうそのじくって茶化してんだよ。茶化してる、うん、で、おかしいのがさ、あの元々の、あのライオンがね、どうやって生まれたかっていうシーンあるじゃない。どうやって生まれたっていうかさ、うん、そのシーンって手塚治虫のジャングル大帝の、ね、話がある、うん、それがまるっきりマダガスカル、まるっきり同じの。要するに、あの密漁者に、あの捕まっちゃってさ、で動物園に行ってっていう話、子供の頃、あの話はジャングル大帝なんだ、ね、ニューヨークでね、うん、それでそこから、あの戻ったっていう。だからマダガスカルの2だか3だかの時にそれと同じストーリーだった。3だ、全く同じストーリー。4ぐらいもだったね、確かね。なんかサーカスがあったね、うん、そう。それでジャングル大帝はっつったら、その情景描写が全部あの ライオンキングと一緒なんだよ。色が白いか普通のライオンかだけ、うんね、あれがね、全くおかしくて、うん、要するに、あの仲間で子供として取り上げたマンドリル、要するに猿ね、マントヒヒみたい、マントヒヒみたい、あれマンドリルって言うんだけど、あれも同じでしょ、うん、だから簡単に言うと、ディズニーってさ、ものすごくパクってんだよ。パクリだよね。てかオリジナルってないんじゃないの？そうだね、ほとんどないっていうぐらいだろうね、うん、だから俺が知ってるのには、レイズ・ザ・ダウン・アンダーっていうさ、オーストラリアで、要するにあのネズミがね、あのニューヨークから、あの救出に来るやつってのがあるんだけど、うん、これぐらいじゃないかな。あと知らない、うん、だいたいだってさ、オリジナルにあった物語を元にして作ったり、うん、そう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 、そういう感じだもんね。だからもうジャングル大帝なんてのはさ、もう典型的にあれのモデルで、本当、うん、あのひどいよ、それぐらい。だから先にトリジャートランプラネットの話もちょっとしたみたいなんだけど、21エモンね、これも何回かしたことあると思うんですけど、うん、藤子不二雄の21エモンがまるっきりするの。だから日本のアニメとか漫画って優秀だから、そこから脚本を取ってるのは当たり前で、最近堂々と取ってるのがトランスフォーマーだとかね、あれで昔は密かにパクってただけだ。パクリだった。だからアメリカの映画ってのは実はパクリ文化だってことも言ってたね、うん、アニメは特にそうなんだ。そう、まあ今ゴジラみたいにね、あの移植して面白いものもあるけども、はっきり言ってね、トランスフォーマーなんて笑っちゃって、あのさ、もう昔のさ、あのグリコの負けみたいなさ、なんかあれで食玩に入ってたような、うん、あれがあれだけすごい映画になったこともすごいなと思ってる、ね、ハリウッドが手掛けると立派になっちゃう、うん、だからハリウッドが手掛けて全然勝てなくなってる日本もそうなんだけど、もともとの原作を考えた時に日本のその、うん、あのやっぱりあの漫画ってすごいなと思う。なんかね、藤子不二雄もすごい買ったしね、うん、手塚さんのやつとかもやっぱ実写でやってみてほしいもんね、うん、ハリウッドでね。だからやっぱあの、うん、ドラえもんのさ、映画シリーズとかすごかったよね。あ、すごいね。やっぱり恐竜がさ、地底で進化してって人間に進化していくのとか、うん、だからいけないのはさ、スーパーマリオ、うん、ピカチュウだとか、あとなんだっけな、あのドラゴンボールとか茶化したようなものを作っちゃってダメなんで、うん、本格的にお金をかけて作ってほしいなと思った ね、うん、俺はね。実はドラえもんのシリーズとかね、うん、実は映画で実写でやったらすごいいい脚本だと思う。そうだね、でも難しいだな。俺ね、それを思っちゃうとさ、昔あのアストロボーイってあったじゃん、要するに鉄の後のね、あれがやっぱりあの一生懸命頑張ってたらダメだったね。実写はできないし、うん、あ、実写できないな。確かに日本ではね、実写あったんだよね、鉄の後の実写。もう子供が鉄かぶとかぶたらかわいそう、日本のってさ、チンケなんで、鉄人の八号だって、ね、これ、まあ、これ写真は載せたくないけどさ、実写版の人間と同じぐらいの大きさだから、
並べると分かっちゃうんでさ、浜辺でしか戦えない。いつの時代のそれ？すごい昔の。昭和30年代後半。まだその頃はね、CG も何もないから。ひどいもんだったよ。マリンコンゴってのが出てきて、あ、マリンコンゴだって湘南に上がってくんだよ。そうすると海のとこでってやってるだけで、人間が後ろにいる。そこだけのシーンしかない。だから本当にあの収録撮影がひどかったの。で、それを変えたのが円谷英二って人で、円谷英二ってのは有名なのはさ、例えばあの太平洋戦争の世界大戦のやつをやったりとか、つつゴジラを作ったわけだ。ゴジラ作ったんです。あの当時ね、あの本当ね、斬新だったのは、昔のね、映画っていうのはちょっと話がずれちゃうけど、あのコマ送りで人形を一コマずつ撮って、それを並べて動画にしてたの。すごい大変。大変なんだよ。だけどまあ人形だからリアルに作ればいいものに見えると、ずっとそうだった。それが日本っていうのはそうじゃなくて、ミニチュアの建物を作って、人間がね中に入った着ぐるみでその建物をぶっ壊したんだよ。だからそれがよくできててさ、だからすごい人気になったんですよね。こちらが本当に壊してるみたいに見えたわけだ、ね。で最近はそういうのでやっぱり本当の特撮技術がすごいから、アメリカはもういろんなもんやっててね。それで、アニメの場合もアニメのさ技術がすごい増えた。すごいじゃん今。でアニメの技術がこうやって変わったのは、あの日本では手塚治虫の火の鳥2772っていうのがあって、それ以降からかな。要するに実写とそれをあのコンピュータグラフィックでさ、アニメをつなげるって技術で、それからそれ以降がすごいんだよね。でアメリカはって言ったら当然残ったけど、ディズニーがずっと昔のやり方からやっぱりホリゴンになって変わって作り変えてきてるから、やっぱり撮影がすごいよね。だからそれができちゃうと、やっぱり同じお金かけないと日本は勝てない。でね、あのまあこの話やってるとさ、そのさジャングル大帝とかそういう話の、あのそのディズニーがどうパクってるかの話になっちゃうんだけど、うん、一つ今日面白いのがあったの、実はフェイスブック見てた時に、そのライダーシリーズみたいなんじゃない、ゴレンジャーシリーズみたいな最近の、ね、あのシリーズだなと思って見たら、後ろに来たモンスターがやたらリアルなモンスター出てる。へー、日本のテレビシリーズのああいうのも進歩してんだなと。木組みのわけのわかんないやつが戦うんじゃなくて、だから本当にさエイリアンが出てきたみたいなやつが出てきて、その人間と戦うし、ここだけね。でどこの国の映画だろうと思って、韓国かなと思っちゃったんだ、そしたら言葉が日本語なんて完全な。だからそれぐらい変わったんだなと思ったね。まあ俺はあの自分のね物心ついた時がもうさ、あのなんだろうさ、もう仮面ライダーとかも中学生だから見ねえんだよ。ね、中学生になっちゃったら見ないな。ウルトラセブンギリギリぐらい、セブンまで許されたかな。あとはねもうさすがにねバカらしくなっちゃって見なくなっちゃった。だから結論から考えちゃうとさ、そういう意味でその以降のやつは見ないんだけど、仮面ライダーはバッタかカブトムシかだって。そんな話題もあってさ、俺はトンボじゃないかと思ったんだけど、時代で違うみたいな、ね、時代で違うんだよねあれね、だからそれによって違うってことで随分論争があったとか、アマゾンとかトカゲだっけ、わかんないけど知らない、昆虫もそうなんですよ、いろんなやついるんだよね、なんかね。だから結論から言っちゃうとさ、そのなんだなんとかレンジャーもそうなんだけど、要するにもう10羽1カメラみたいなのはさ、もうなんか見たくないし、映画もそうなんだよ、やっぱりさ、いい内容と悪い内容ってはっきりあるから、やっぱりそう考えた時に、ライオンキングの実写、面白いかもしれないけどね、実写ってね、大体ディズニーしょっちゅう外すからね、ポカポンタスとかさ、ムーランとか外してるやついっぱいあるじゃん、やっぱり設定がよく分かってないのだからね、ムーランなんかさ、中国の設定分かんないから、資金上にモンゴルが攻めてきたら、それだけだとシーンだけやって。もっと設定をしっかり研究しないと。ディズニーはそこは弱い。アラジン良かったけどな。アラジンはいいね。だからあの種類は別なんだよ、だからやっぱりアラジンみたいなの作ってるミュージカル型の人とそうじゃないところがいっぱいあるから、チームがいくつかあるんだろうね、やっぱりディズニー、俺ね関係ないけどあれ見ないんだ、トイストーリー。あれ見ないね。あの顔が長い主人公はねピンとこない、好きな人多いけどね、だからそういうことを考えたときに、今後のディズニーがどうなるかなってことは、あのまあアラジン系統で動くのか、でもディズニーはほらあのマーベルとかああいうのを吸収させちゃってるから、あまね、だからまあ違った雰囲気で動くのかなって感じだよね、まあ映画はねこれね、このあとどうする、何見るか、でもあとフローズンもこれからやるんだよね。あるあるある、フローズンあるね、 CM 言ってた、あなた雪の女王ってんだろ、日本で言うとそうみたいな。フローズンです、あれはこっちはね、凍ってるって感じだよね。まあ皆さんね、どんな映画が好きとか嫌いとかあるかもしれないけど、やっぱり目を向けてほしいところはやっぱりさ、高いお金を払って見るわけじゃないよね、そしたらやっぱり大もう大劇場で最高の、もうなんだろうね、映像で見てほしい、音もいいのは大事だけど、俺音よりも映像の方が大事、音はちっちゃなイヤホンで見る、そんな感じでね、いろいろありました、音楽ももちろんね楽しい音楽ありますけど、やっぱり映画音楽ね力かけてくれるといいのができるということで、たまにボフィーがボビーフルートにいたところですね。
ぜひ楽しみですね、うん、はい、はい、それではまた来週、映画何になるかな分かりませんけど、以上でいきます。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。